今回は番外編です。時々登場するランサーエボリューション10の紹介動画です。撮影中の自分が映ってしまったのでカットしました。マジュアルの車になります。オプションでレザーコンビネーションインテリアを選択してあるので、レカロ社製のレザーコンビネーションシートが付いています。それではエンジンをかけてみましょう。エンジンをかけた時のマフラーの音をお聞きください。アクセルを踏んでみます。アクセルを踏むとさすがに大きい音がしますが、普通の状態だと案外静かです。ボンネットを開けてみます。エンジンルームの中をしばらくご覧ください。雨が降ったら乗らないので結構綺麗です。全く手を入れてないフルノーマルの車になります。スタイリッシュエクステリアもつけてあるので、フロントフェンダーエアアウトレットも同色になっています。ハイパフォーマンスパッケージもつけてあります。ブレンボ社製2ピースタイプフロント台形ベンチレーテッドディスクブレーキがついています。買った時から何一ついじってないですが、走っていて楽しい車です。これからも参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。